勝利をこの手に。晴れ渡る空の下行われる東京レース場芝 2400URA ファイナルズ決勝、18人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのはシンボリルドルフ、1番人気です。2番人気を紹介しましょう。サイレンス鈴鹿、注目のここまで無敗グランプリ馬娘メジロマックイーン、8枠16番での出走。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは11番サイレンス鈴鹿、天雲スカイ、期待通りの結果を出せるか。1番人気インボリルドルフ、さあ花に立ったのは天雲スカイ。このままリードすることができるか。第1コーナー回って第2コーナー、天雲スカイ快調に飛ばしていきます。先頭は天雲スカイ、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿、3番手には11番うちでスーパークリーク、5番手にメジロマックイーン、少し後ろから東海帝王、そのうち並んで13番、少し離れてシンボリルドルフ、さらに1番、少し離れて5番、外から8番、そしてその内を回って2番、一馬身離れてハッピーミーク、あとは17番、それを見るようにゴールドシップ、その後6番、後方2番手に18番、第2コーナーを抜け向こう正面に入った。順位を振り返っていきます。現在1番手は天雲スカイ、続いてサイレンス鈴鹿、3番手に11番、およそ5馬身開いてスーパークリーク、外から行く東海帝王、少し離れて13番、メジロマックイーン並んでくる、少し離れて1番、それを見るようにシンボリルドルフ、すぐに続いて5番、その後ろから8番、うちハッピーミーク、さらに2番、その後ろからゴールドシップ、17番、並びかけてきた。2馬身3馬身開いて18番、残り 1000m を通過、6番、追走、10番、最後方からのレースになりました。天雲スカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。天雲スカイ、彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ、互いに足を溜めている展開。時は来ました。参ります。確かに成長を得られたと思いますわ。